土石流の影響で通行規制が続いていた熱海市伊豆山地区の指導が明後日解除されることになりました熱海市によりますと通行規制が解除されるのは伊豆山地区の指導伊豆山神社線の木谷バス停から中道バス停の間です7月の土石流発生以降、捜索活動や土砂の搬出作業のため 関係車両以外の通行が規制されていました市によりますと土砂の搬出作業は続けられますがトラックの台数が減っていることなどからあさって11日午前10時に規制を解除するということです一方で連続雨量が100ミリ以上となった場合や時間雨量10ミリ以上が3時間続いた場合などには通行止めになる可能性があるということです